平成29年8月8日、阿蘇市内巻にある阿蘇内巻ファミリーパーク遊び場で、保育園児たちがブルーベリー狩りを楽しみました。ブルーベリー狩りを楽しんだのは、熊本 YMCA 赤水保育園の年中組の園児17人で、まず遊び場のおじさんからブルーベリーの摘み方について説明を聞きました。そして園児たちは紫色に色づいたブルーベリーを一個ずつ丁寧に摘み取っていました。遊び場のブルーベリーは4年ほど前に植えられたもので、これまでは遊び場を訪れた子どもたちにブルーベリー狩りを楽しんでもらっていました。今年からはブルーベリー狩りを市内の幼稚園や保育園に呼びかけたところ、熊本 YMCA 赤水保育園の園児たちが訪れてブルーベリー狩りを行ったものです。遊び場のブルーベリーは消毒がしてないとあって、園児たちは摘み取ったブルーベリーを甘くて美味しいと言いながら早速食べていました。園児たちはおよそ1時間ブルーベリー狩りを楽しんだ後、近くにある内巻仮設団地を訪れて、仮設団地の代表者にブルーベリーをプレゼントしました。遊び場の職員によりますと、ブルーベリー狩りは8月中旬頃まで楽しめるということです。